どうも毎度です、ニックです。いやまあいつも始まり方はこんな感じなんですけども、今日ね、まあいつもの休みなんですけども、なかなかね今日は日差しもねいつもほど強くなく、風も心地いい感じだったんで、ちょっと出てきました。はい、っていうのもね、前回ねちょっと暇にやかして、ZRX のフロントブレーキのねホースをメッシュにステンメッシュに変えたんで、まあとりあえずそれのテストランですね、まずは。はい、悪くない感じですかね。まあ悪くないというか、まあ、不具合も特にない感じで、はい、OK なんじゃないかと。でまあね、まあ、このテストラン兼ねて、まあ、どこ行こうかなっていうところなんですけども、まあ、前回のね動画、名前なんか忘れちゃったな、ちょっと忘れしたけど、まあなんとかっていうそのステートパークにいた時ね、まあまあ楽しすぎてね、バイクで頂上まで上がってしまったということで、滝が全然見られへんかったっていうことやったんでね、もう一回ちょっとその滝の方に行ってみようかなと。ただね、まあ同じとこで行ってもまあしゃあないんで、そうね、アトランタからまあそこも1時間半ぐらいかな、まあ、上がったところにトコアって町があるんですけど、まあ、そこにね滝が一つあるんで、まあ、そこに行ってみようかなと思って向かってます。はい、まあ大して大きな滝ではないみたいなんですけどね、まあ今回はちょっとバイク止めて滝のとこまで歩いて行ってみたいと思います。行き過ぎました。こっちです。大学？なんかわかんないけど、大学のキャンパス内に入ってるみたいなんですけどね、どうも。これで合ってるんでしょうか。まあ、いいや。なんか大学のキャンパスですね、ここね。よくわかんないけど。マジでこう大学の中なんやけど、これで合ってんの？いやこれちゃうって。ちゃう。これ大学やって、これどう見ても。
どうも、マイトです。さて、これからね、滝の方までちょっと歩いて行ってみたいと思います。はい、いやー、このなんていうんですかね、川のせせらぎっていうんですか、なんか水はあんまり切れてる気がしないんですけど、でもいいっすね。はい、いや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 、すぐそこやったら最高やのにな。まさそんなズボラなこと考えてるし、そんなことないか、世の中そんな甘くないよな。ああ、どうなんでしょうか。おお、やった、すぐそこや。ラッキーラッキーラッキー、めっちゃラッキー。そんな歩かんでよかった、よかった。来ましたよ、滝。いやー、これ動画じゃ分かりにくいかもしれんけど、大したサイズじゃないかもしれないけど、すごいよこれ。わお、これちょっと痛いね、こっちか。違う方向から上がってみましょうか。ここはちょっと地面が濡れてるんで危ないです。こっちから行きましょう。よし、こっちも来てんやけどな。よし、よし、おお、最高。すっげえ涼しい、最高。坂も上がってこなくてよかったし、幸せ。いやー、最高っすね。
こういうところで一人で来るとって、ゆっくりしてると、癒されますね。いや、とりあえずリベンジ成功ですね。まあリベンジってもリアルリベンジじゃないですけどね。とりあえずあの滝は見れたんで、はい。いや暑い、めっちゃ暑なってきた。ちょっとやばいよこれ。いや、じゃあじゃあとりあえず今回はね、ジョージア州のね、トコアっていう町にあるね、トコアフォールズっていう滝に来てみました。はい。いや、なかなかね、やっぱ滝はいいっすね。あ、なにこれ。あ、ゲート閉まってる。てか今ここゲート、今ここのゲートから入ったんですけど、今ゲート鍵閉まってますね。もしかしたら空いてる時間が決まってるんかもしんないですね。空いてる時間決まってたかもしれないですね。いや、No, that's fine. Don't worry about it. Yeah, I'm okay. I'm fine. いやーでもよかったですわ。じゃあそういうことで、今回はそういうことで、トコアフォールズでした。最後までご視聴どうも、オギーでした。それではまた、じゃあね、バイバイ。